鎌倉ライブですか、ねその時にですね、不安の方がですね、ぜひともですね、この歌が聴いてみたいんだなって言ってですね、リクエストをくれたもんですからですね、この「愛が通り過ぎて」っていう歌をね、今日ちょっとやってみようかなって、思います。今トルちゃんが一生懸命、アレンジしてるのかななんてね思いますけどね。それでは愛が通り過ぎていってみたいと思います。君は今涙に濡れ頬に佇む手紙すぐ書くからねと小さな傘震わせて二人で行こうねなんて学校帰りの風道で君のすがるような目が水気ののよう汽車に乗る君の姿影色のように窓越しに聞こえる声きっといつか会えるねと精いっぱい笑顔残し小さな小さな習って二人で育てた明日さえも足早に遠ざかる楽しいなんですか。ここにどうつけるか、ね、どうつけるかですね。はね、とりあえずはですね、こんな歌もですね、少しずつ増やしていって、まあね、4月からね、なんかね、1番だけでもいいかななんて思いながらね、1曲、月に1曲ね、なんか作って、ほんでもって、こう発表して、それをこう積み重ねていって、なんか最後はアルバム作れたらいいななんてね、松山ちゃんはね、最初はデビュー当時ね、オールナイトニッポンでそれやってたんですね。やってたんですよ。
うん、そしてそれを集めて、ファーストアルバムとかセカンドアルバムを作ってったんだよね。だからやっぱりね、なんかこう黙ってと怠けるわけじゃないんだけど、なんか時が流れていっちゃうね。うん、うん、やっぱこうね、どっかに、こう自分を、うん、こう追い詰めるところ、うん、こうやっぱり書かないと約束だしとかさ、そういうものを決めてやっぱりやらないと燃えないね。それはいいと思うね。ね、なんかね、いいんじゃない。ね、うん、そんなこんなでね、なんか4月からね、新しくまたちょっと、チャレンジするところをね、作って、番組ね一生懸命、進めていこうかな、ね、盛り上げていこうかな思っている、次第であります。はい、ということです。